はい、ということで皆さんお疲れちゃんでございます。ラバルルでございます。はい、ということで本日もですね、先日ご紹介いたしましたこちらのですね、パイマックスさんの、まだ発売されてない新商品でございます。両方並んでるんでパッと見わかんないと思うんですけども、こちら左側ですね、左側がですね、パイマックス、クリスタルライトと言いまして、で標準プランがなんと11万2999円ということで11万3000円と、で前回ご紹介しましたこちらが、24万9800円なんで半額以下、半額以下から、こちら使えるですね、VR が、なんと、ほぼほぼスペック一緒というところで、ですね、画質は一緒なんですね。35ppd なんで、一緒っすね。本当に一緒で、で、143,999円の、ローカルディミングプランっていうやつだと、マックスなんとフレームレートが120まで出ると。で、一番安い11万2999円の、標準プランでも90まで出るっていうことらしいですね。はい。で、ガラスも、レンズも非球面式になっててっていう感じで、はい。バッテリーがないんですね。うん。なんで、コードとかがない分、さらに軽くなってるみたいな感じですね。軽量化になってる。310g も軽量化になってるというところになってますね。はい。でもう本当にスタンドアローンで使わない人以外は全部こっちでいいんじゃないのかっていう感じなんですけど、ちょっとね、前回ご紹介しましたところ、クリスタルってさあ、まあコントローラー一緒でした、ほぼ全く多分一緒なんじゃないかな、ちょっとバラバラにすると分かりにくくなっちゃうんであれなんですけど、こっちがライト、こっちがクリスタルですね。はい、もうほぼ一緒っすね、全く同じなのではっていう感じのあれですね。はい。で、前回私これディスプレイポート接続がすごいっていう話をしたじゃないですか、これクリスタルね。で今回これここにコードがこうついてきてますけど、なんでここにコードが出てるかと申しますと、これもうここにですねついてるんですよ、接続ケーブルが。なんで外れるってことがないってことっすよ、プレイしてて。でここの接触不良もないってことですよね、これ。ここに多分こういう風につけるんだと思うんですけど、ここね、こんな感じで、こういう感じで。で、まあこっちもですね、ちゃんとケーブルあって、USB 接続と、あとディスプレイポートに直接させるんですよ。だから、パソコンのグラボに直接させるってことですよね、これ。って考えたら、これすごくないですか？めちゃめちゃすごいって思う、これ。なんならちょっとこのライトの方が接続に関して言うとやっぱり後発なだけあってですね、ものすごく計算されてるのではないのかなと、私的にはちょっと今思いました。はい。ちょっと今初めて出したんですけどね。で、もうほんと見た目はですね、ほぼ一緒っすね。このセンサーカメラの位置も一緒で、で、強いて言うと、上のここのボタンがですね、こっち側には片方しかないと、こっち側にしかついてないというところで、もうパッと見並べると、本当にここもそうなんですけど、本当に、このなんだろう、ダクトの位置も全く一緒なんで、ポートの差し口が、ライトの方がないってだけで、見分けがつく感じになっております。はい。ものすごい感じ。いや、ほんとね。で、やっぱバッテリーがない分ね、軽いんすよ。めちゃめちゃ軽いっす。ほんとに。なので、ちょっとね、長時間つけても疲れないのではないのかなっていうところで、私ちょっと期待しております。はい。ということで、本日はですね、こちら、まだ未発売のですね、クリスタルライトの方を早速今からレビューしていきたいなと思います。ではでは、早速。はい、ということで、アセコル入ってまいりました。相変わらず、あのね、画質に関して言うと、あのね、全く、クリスタルとほぼ一緒っすね。はい。全く、あれっすね。違いを感じない。いや、すごいっすね。ちょっと外見てみましょう。はい。すごいっすね。まあ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 。綺麗。めちゃめちゃ綺麗です。はい。すごいね、やっぱ。
本当にね、全くあの PP フィルターとかもデフォの状態なんですけど、めっちゃ綺麗に映ってると思います。はい、すごいっすね。ちょっと早速走ってみましょう。よし、いやー相変わらず綺麗っすね。クリスタルとライトのこの画質の違いみたいなのが全く感じないです。本当に 100%。 まあ一緒っぽい、一緒らしいんですよね。で、バッテリーがついてない分、スタンドアローンの起動ができないっていうだけらしいです。はい、まあその他にもね、なんだあれです、フレームレートとか違うらしいんですけど、俺が今使ってるやつは120までいけるやつなので、スタンダード版よりもちょっと高いやつらしいんですけど、俺は今75でやってます。はい、あ90かな、90か75ぐらいでやってます。俺的に60以上あれば全然大丈夫な人なので、まあ75でも全然パソコンの負荷かけないっていう点で言えば、あこっちか、ちょっとあれっすね、ギアがわからないっていうのありますね。見えないんで、このギアが動くわけではないので。あ、東京タワーめっちゃ綺麗、すごい、ユーコリンめっちゃ綺麗に見えますね、カーセブン。あー、これはちょっと一回あれですね、ドライブで東京タワーめっちゃ綺麗ですね。いやー、夜景やばいわ、すごっ、これはすごいっすね皆さん。なんか前回のクリスタルの時もね、すげえって言ってたけど、クリスタルライトも全然すごいっすね。俺これ買うわ、ライトマジで自分のも買うわ。ちょっとね、ディスプレイポート接続っていうところがやっぱりものすごく強い、マジで。USB ポートじゃないので、ものすごく、なんでしょう、こうバグが少ないらしいんですよ。で、俺これさ、クリスタル前回やって今ライトやって、で合計で多分ね 4,5 時間使ってるんですけど、今もうぶっ通しで一回もバグ起きてません。トラッキングがたまにずれるっていうのはあるんですけど、それは首をこう左右に振れば治る。はい、なので多分ね、こうカメラかなんかが内蔵されてるやつが多分ねずれるんでしょうね。多分トラッキングずれってよくちくわくんとか言ってるやつですよね。それは多分クエストとかでも起きるんで、 VR あるあるだと思うんですけど、あほら今みたいにちょっとずれるやつね、これ、あー戻りましたね。これあれですね、 VR 外して戻すと戻りますね。はいはいはい、なるほどね、そういうあるあるがいっぱいあるってことですね。あーすげえ、いやーすごいな。ちょっとまたあれっすね、せっかくなんであっちも行ってみましょう、お台場。こないだも行きましたもんね。はい、来ました。いやーすげえ、早速なんですけど走ってってみましょう。いやーすげえ、辰巳すごいっすね、めっちゃ綺麗。フレームレートがでも重いっすね、これ多分フレームレートだな。あれか、画質落とさないとR46 だときついっすかね。あ、でもこっち出てきたら落ち着きましたね。あらーすげー、めっちゃ綺麗。やっぱ曇りっていいっすね。いやーすげー。いやーすごいっすね、このトラフィック、プリウスバス、いや遠近感やべえわマジで。
あ、来ましたよ皆さん、お台場、お台場ですよ。あーすごい、お台場観覧車も見えますね。あーすごい、あ、なんかちょっと近い。なんでちょっと待って、なんかめっちゃめり込んでますけど、ハンドルがこのあれっすね、トラッキングズレ、ちょっとあれっすね、直すやり方、こうやって見る分には普通なんですけどね。ああなるほど、この視点だと普通なのか。まあこうなった場合はもうあれっすね、このヘルメットのやつで、はい、戻りましたね。まあ VR 特有のっていうのが多分あると思うんで、これでまたずれたら直しつつみたいな。まああとね、設定でね、ずれないやり方って多分あるはずなんで、あとワンボタンで直す、リセットみたいな、なんでリセットボタンとか作っとくと多分いいんでしょうね。これもちょっとね、 VR あるあるだと思うんで、ちょっとちくわくんとかと、あの VR ユーザーの方とね、ちょっと意見を聞きながら、まあうまい直し方とかありましたらちょっと情報共有していきたいなと思います。はい、でやっぱり綺麗、軽い分ね。あとね、そう、俺思ったのが、これ今もう30分ぐらいずっとつけてるんですよ今で。あのね、軽い、やっぱり軽い、本当に軽い。なので全然ね、首が疲れないです。であとね、軽い分、あの顔に押さえつけられないので目の部分が汗かきにくいっすね。はい、あの熱がこもらない、熱こもんないのめっちゃ強いっすねこれ。なのであのクリスタルの時はちょっと重さがあって、目のこのフェイスラインが汗かいて、あぶねー、汗をかいてちょっとね、レンズ曇るがあったんですけど、ライトはねもう全然っすね、全然曇んない。いやーマジリアルっすね、マジリアルっすね。あ、ちょっとずれる、いやー綺麗だわこれで。さ、運転できんのはマジで強えと思う、ほんと。いやーこれはいいわ。あとちょっと設定に詰めたいっすねこれ。設定に詰めたら絶対面白いと思うこれ。あー綺麗、めっちゃ綺麗、光の表現違うねやっぱり。すごい綺麗ですよこれ、危ない、光の表現がすごい綺麗だマジで。この遠くの建物とかのさ、またこの見え方が違いますよね。あーすごいわ、ほんとすごい、これはマジでびっくりするわはい、素晴らしいと思いますマジで。いやーちょっとユートラもやってみましょう。いやーこれは絶対やった方がいいわ。このトンネルのあれも全然違うもんなマジ、ほんとすげえわ。いやすごいっすね。まあ、パッと見なんですけども、全然クリスタルとほんと一緒っすね。スペック全く一緒なんですかね。よし、この間と同じプロフィールで入っていきたいなと思います。もうこの時点でね、テンションが上がるんすよマジで、ほんと違う全然。うん、いやーすごいよね、ほんとすげえと思うこれ。この遠近感、あーすごいっすね。はい、まあ、前回もね、ちょうどこの同じあれだったと思うんですけど、本当に綺麗マジで。いやすごいわ。
っと走ってみましょうか。はい、ときましたね。あの前回のクリスタルの時に止まった部分ですね。あの最後トレーラー見ましょうっつってね。はい。でスカイボックスも一緒ですね。ちょうど天気一緒っすね。はい。時間置いてないんで、ソーラーもめっちゃ綺麗。一緒っすね。ほぼ一緒だと思う、マジで。感動も一緒っすね。うわ、めっちゃ綺麗。全然ギャザってないんですよ、マジで。で、あと、光の表現が、ほんとね、モニターと違う VR って。何が違うんでしょうね、これ。本当に光が当たってる感じがする。本当に。すごいなぁ。はい、ということで、運転席来てみました。うわ、すっごい。この感動は一緒っすね。ちょっとバックしてみましょうか。もうほんとマジで実車を運転してる感じなんで、ちゃんとあそこ見てね、ミラー、サイドミラー見て、こうやって行けちゃいますよ、皆さん。すご。タルチュ。いやー、これは楽しいわ。なんかあれっすね、クリスタルの時より、フレームレートが出てる気がする。なんでだろう？軽いのかな？あ、来てますね。あれ行ってからにしましょうか。いやー、曲がったか。行きましょう。いや、すごいなー。これまっすぐはいけないから、左か。すごい。いや、すごいっすね。これはすごいわ。あ、ごめんなさい。ちょっと行っちゃいます。おお、あ、ごめんなさい。危ない。ダメージ受けちゃった。ちょっとこれ、あれやっぱ、遠近感ありますね。結局、あれなんですよ。モニターと違って、本当に遠近感がすごいんですよ。奥行きがあるので、トラックのね、この幅を、モニターの時とで、ちょっと違うんですよ、感じ方が。なので、それのズレっていうのがね、ものすごくあるので、さっきのアセットコルサもそうなんですけど、このね、車両の幅の感覚を、ほんと実車の感じでね、もう見えます。結構遠いんですよ、だからあっち側って。この、見える範囲ね。なので、本当に実車を運転してる感じで、この今、左ハンドル運転してますけど、寄ってかないと、マジでダメ。本当に。なので、こういうところが、本当にね、VR。まあ、慣れもちろんあると思うんですけど、リアルって言われるところのね、ゆえんだと思います。本当に。危ない。ほら、ほら、こういうところっすね。これ、危ないんですよ。本当に。まあ、そういう点で、ちょっとね、ユートラとかは、リアルっていうとこ、ずれる。揺れる、揺れるって言っちゃう。VR でやると、リアルな本当に運転っていうところで、ちょっとね、本当これ鳥のトラコンとかでもね、やってみたい。絶対に面白いと思う、これ。いやー、すごいな。このナビもこうやってちょっと見たら見れるっていうのすごいっすよね。まあ、ゆっくりと、モニターの時よりも、ものすごいゆっくりと、本当の実車を運転するかのごとく、運転するっていうのが必要だと思います。はい。危ない。で、もうちょっとやっぱ実車だったら左に寄るってところですね、これ。あと、VR だとデッドエンド出ないんですね。はい。危ね。あ、ちょっと、これ入りましょうか。危ない、ずれるー。
なんかこのトラッキングずれんの気になりますね。多分フレームレートなのかもしれません。よいしょ。いやすごいな。いや綺麗、マジで綺麗っすね。このオブジェクトですよ。この本当にボックスが目の前にあるかのように見える。やっぱソーラーも綺麗だしね。マジでこのポールもね、つかめそうな感じする。マジで本当に目の前にある感じするんですよ。やっぱね、この視点でグリグリしたら酔うかもしれん。ああ、まあ俺今アセットコルサもユートラも結構やってますけど、全然気持ち悪いはないですね。はい。いやすげえ、ほんとすごいわ。はい、ということでちょっとね、まあライト、クリスタルライト、はい、パイマックスクリスタルライトをちょっと今日使ってみましたけど、俺的にはあのスタンドアローンではやらないので、はい、本当にクリスタルの方が、あ、クリスタルライトの方が画質もね、もう全然一緒っすよ。本当に一緒、違いがわからない俺の中では。うん、でなんか知んないんですけど、あのライトの方がフレームレートが出てる気がする。俺これデフォで使ってるんですよ。 VR の設定わかんないんで、本当にただ挿してアセットコルサ起動して、あのユーロトラックシミュレーターただ起動しただけなんですよ。はい、それでフレームレートが全く、まあちょっとだけ遅い気がするけど、ただこの今さ、パトカーが今来てるじゃない、これ。これを見てる限りフレームレートがクリスタルの時より出てるんですよ。クリスタルの時ってもうちょっとカクカクしてたと思うんですけど、それがないので、なんかね、多分違いがあるんだと思います。もしかしたらちょっと軽いのかもしれない。アセコルも軽かったもんね。なのでそういうところでちょっと違いが出てくるっていうのもあると思うので、まああとね、後発なんでライトの方が、なのでもしかしたら若干そういうところの違いがあるのかもしれません。はい。で、まあ前回も言いましたけど、やっぱりね、ドライビングシミュレーターに VR ってめちゃめちゃ合う。マジで本当に合うんで、これはね、俺買います。マジで自分用の買いたいと思います。で、まあ概要欄の方にね、またこちらのライトクーポンコード、ラバルールスペシャルのクーポンコード載せときますので、はい、こちらの方もね、また皆さんちょっと気になる方はチェックしてみてください。めっちゃ綺麗、癒されますね本当に。いやーすげえわ。ちょっとね、あのプロジェクトジャパンもこれ次やっていきたいなと思いますんで、皆さん楽しみにしておいてください。これマジで絶対やります。はい、ということでパイマックスクリスタル、クリスタルライトということで、あのご紹介してきましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。本当にね、すごいいい VR だと思います。世界最高峰の VR、 はい、あのよく言うギャザルが全くないので、本当にギャザってない。この近くの草を見ても全くギャザリがないので、その場所にいるかのような錯覚を起こします、マジで。はい、まあそういう点でやっぱドライビングシミュレーターは VR が合いますね。はい、ということでまた VR 使いましてですね、あのいろんな企画ですね、はい、それこそ本当にプロジェクトジャパンだったり、堀のトラコン使ってやってみたりとか、いろんなことやってみたいなと思いますんで、皆さん引き続きそちらの方の動画楽しみにしていただければなと思います。はい、あの商品リンク貼っておきますんで、本当に気になる方は踏んでいただいてチェックしてみていただけたらなと思います。クーポンコードもぜひ使ってみてください。はい、というわけで皆さん、また次ですね、ラバちゃんの VR の動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。